皆様こんにちは、かよまりのでございます。今日はですね、2023年取るべき資格はこれだということで、もう2023年もね上半期、になってまいりました。1年の半分がね終わって早いなと思うわけなんですけれども、後半戦で、じゃあこの資格どうですかということでね、14選ブラッシュアップ学びというですねウェブメディアに掲載されていたものをちょっとテーマにね今日はお話をしていきたいと思います。ジャンルで分かれていて、まず心理メンタル系としてねご紹介されていたのがメンタルケア心理士。これはですね安くて、早く取れる、4ヶ月ほどでですね取れる心理メンタル系の資格です。その他、公認心理師というものがあって、こちら国家資格になりますね。2年以上ね取得にかかるということで、結構ね差は激しいんですけれども、やっぱりね現代社会において心理メンタル系資格っていうのはねどこか活かせるものもあるんじゃないでしょうかというところでご紹介されていました。そして次、プログラミング系として、プログラミング系とはもうちょっとあれかもしれないですけど、 IT パスポート、それから基本情報技術者、この辺りはですねなんか IT 系資格でねよく定番というか出てくるものですね。はい。それから宅建士ですね。これからの季節ですね、宅建士の試験のね、受験案内みたいなのがあるかと思いますので、目指してみてもいいんじゃないでしょうかということで、15から 17% の合格率ですね。不動産業界で働く人だったら当たり前に持ってる資格で、私もね実は持っています。はい。結構ねコスパいいですよ、不動産業界で働くならですけどね。はい。で次 FP で、 FP はですねよく出てくるのなんでなんだろうなと思ってたんですけれども、それ FP の神様の本田 FP チャンネルとねコラボした時にやっぱ教えてくださったのがあれなんですよね。やっぱ FP って市場が大きいんですよ。司法書士よりもねはるかに大きくて、そういうところで需要あるよねっていうところで、はい、よく見かける資格です。そして次、キャリアコンサルタントですね。こちらは国家資格になって非常に人気が出てきている資格です。あとは変わらず簿記行政書士ということで、簿記はですね結構年中やってるので取ってねいいんじゃないと思うんですけれども、行政書士もですね、これからですね秋ですよね受験は、目指すというか今ゼロベースだとかなり難しいですけれども、秋の試験として注目の試験の一つかなというふうにね、思います。資格はね本当にさまざまいろんな資格ありますけれども、何を取るかによってね全然変わってくる、当たり前か、難関資格なのか、そうじゃなくてもですねなんかこうキャリアアップのためにやってるのか、転職のためにやってるのか、いずれにしてもですねコスパいい資格とかって結構ね存在して、そう自分がやりたいからその先に資格があるのか、それとも資格をベースになんかこうキャリアを作っていくのかっていうので、どちらでもね、使えると思いますから、何かね、参考になればということで、ご紹介させていただきました。はい。1年もねもうあと半年過ぎてしまったというか半分過ぎたということで、もう7月ですかね。本当に時の流れは早いなと感じますけれども、またね引き続き、資格に関する情報を発信していこうと思っておりますので、ぜひともですねチャンネル登録お願いいたします。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。